二万千系電車は近畿日本鉄道の特急系電車である。当初はアーバンライナーの車両愛称を与えられていたが、後年実施された更新改造後はアーバンライナープラスと呼ばれている。解説の便宜上、本校では大阪上本町、大阪南波側の先頭車の車両番号 F を編成名として記述する。近鉄南波近鉄名古屋間の 名阪ノンストップ特急の専用車として、1988年1月に6両3編成が近畿車両で製造された。同年3月18日より1日6往復体制で営業運転を開始した。その後も増備され、1990年に名阪ノンストップ特急の全列車が本系列に置き換えられた。後に乗客増により中間車を 装備の上8両編成も登場した。基本的に名阪特急で運用されるが、大阪南波近鉄奈良間や近鉄名古屋から伊勢島方面の一部の特急にも、充当されている。当該系列は名阪ノンストップ特急のシェア拡大のために、鉄道車両の常識には、とらわれない革新的なデザインと、乗客本位の居住空間を備え、 従来の近鉄特急とは大きく異なる姿で登場した。しかしその一方で電気的システムや足回りをはじめ座席、トイレの構造は基本的に在来車両のスタイルを踏襲しており車両全体のフルモデルチェンジが実施されたわけではなかった。足回りや電気的な面も含めて全面的にモデルチェンジしたのは 本系列より4年後に竣工した22000系 ACE である。しかし、本系列で具現化された車両デザインやそのコンセプトは、以後の近鉄特急車両のみならず、他社の車両にも大きなデザインの変革をもたらす契機となった。1988年グッドデザイン賞、日系優秀製品、サービス賞、1989年鉄道友の会、 ブルーリボン賞の参賞を受賞している。本系列は、レクレーションカー以来の特別車両を連結した特急車両である。編成中一両連結され、利用には、運賃、特急料金の他に特別車両料金が必要である。特別車両を連結するため、運用列車は決まっており、このために、近鉄時刻表、及び近鉄の駅刑事の時刻表には、 当該系列で運転される列車に、ウルを図案化したロゴタイプを表記する。JTB 時刻表では、ウルのローマ字を表記する。電算記号は、ウルを使用する。中間運転第一機の二両編成の場合は UB を使用する。名阪特急輸送人員、耐震感染指定席の料金格差の推移。 その中から特に落ち込みのひどかった1975年の状況をピックアップした大阪名古屋間を連絡する名阪特急は同区間を結ぶ国鉄在来線を尻目に安定的な旅客需要を維持していたところが1964年に東海道新幹線が開業すると乗車区間と交通費は新幹線とほぼ同一ながら所要時間が倍かかる近鉄は 乗客から敬遠され、以来10年強の長きにわたって、成績低迷を余儀なくされた。しかし1970年代後半から、国鉄の相次ぐ値上げによって、乗客数が増加に転じ、以来、年々、右肩上がりの高成績を記録した。一方で、近鉄の特急車は、当時およそ10年ごとにフルモデルチェンジを行う、方針であったため、近鉄当局としては、 1978年登場の3万、経営、ビスタカースリーをから数えて、1980年代後半には、時代を担う、新型特急電車の収益を考えていた。そこで、利用客の復調が一い名阪のオンストップ特急に、新型車両を投入して、集客率をさらに向上させることになり、1985年頃から、 新型特急電車の開発、設計をスタートさせた。従来の近鉄では車両設計にあたってユーザーである近鉄とメーカーである近畿車両による共同開発体制でデザインが決定されていた。しかし最終決定を行う立場の近鉄側にデザインの専門家がいないという問題を抱えていた。そこで2万1系の開発では学識経験者2人を 近鉄のデザイン顧問として招聘した。上記のデザイン顧問2名のほかメーカーデザイナー、近鉄技術車両部、メーカー設計部から構成された近鉄主催のプロジェクトチームを立ち上げて開発作業を推し進めた。同一縮尺による新幹線100系と近鉄3万系、近鉄2万1000系の車内空間の比較開発に当たり、乗客のニーズと 車両設備をマッチさせるために市場調査を行った結果、名阪特急は一人で利用するビジネスユーザーのリピーターが多数を占め、グループ利用が多い観光列車とは全く異なる性質が明らかになった。その他、座席の前後間隔及び横幅を広げてほしい、イヤホンで聴けるオーディオサービス、靴を脱いでくつろぎたい、後日の2階建ての席より平床の席に座りたい、 という要望があることも分かった。1958年の1万系の建造以来、近鉄特急のシンボルは、2階建て車両を連結したビスタカーであったが、市場調査の結果は、平床の席に座りたいという要望が、会場席に座りたいという要望を上回った。また1985年、東海道、山陽新幹線に2階建て車両を組み込む100系が、登場し、 その余裕ある海上空間と比較して近鉄の狭い海上空間では居住性の観点で見劣りすることが明らかになった。特に天井県部の空間に余裕がないため荷棚を設けることによって一層車内空間が狭くなるのである。また鉄道路線の防音壁は高速道路に比べて低く平床車両でも十分な展望が得られておりこの点に買い建てにするメリットは希薄である。 二階建て構造の優位性に疑いが持たれる一方で近鉄の車両限界に収まる二階建ての車内空間が時代のニーズに合っているかどうかの検証を行うためにメーカーにおいて平床と会場室とのモックアップによる空間比較を行った結果として断然平床の方が豊かな居住空間を得られることが分かり今回の新型車両では二階建て構造の採用を 見送ることになった。当初は4両編成で計画を進めていたが、上記の内容を踏まえて、名阪ノンストップ特急専用車として、多形式編成とは、増解決を考慮しない。従って、全面非貫通構造とすること、平床構造を採用の上で高屋根車とすること、座席の横幅を広げてほしいという要望に応える。ために2両の特別車両を新たに設けること、そして、 増解決は編成の中間で行うために6両編成とすることを決定した。マーケティングリサーチの結果をもとにコンセプトを設定した。以上の開発の基本方針をもとに実際に設計を行うために7つの設計コンセプトを定めた。この開発目標は Exceed S-7 と呼ばれた。2万1 0 0 0系登場のプレスリリースは 車両の運用を1ヶ月後に控えた1987年12月に突然行われた。この時まで一切の情報が伏せられていたために本件は寝耳に水のリリースであった。加えて特別車両の新規設定や白い車体、流線型の戦闘形状など、それまでの近鉄特急とは全く異なるスタイルとも相まって当時の業界、沿線住民を問わず受けた衝撃は ことのほか大きかった。アーバンライナーの愛称は、大阪と名古屋の2大都市を結ぶという使命のほかに、沿線を都市化させて、鉄道事業を肥沃化するという意図を込めて命名されたが、決定的な採用理由は誰にでも分かりやすい点にあった。デラックスシート、レギュラーシートの名前も分かりやすさから命名された。 1988年1月デビュー当初から2005年4月まで存在した2万1000系オリジナルスタイル車両について解説する。なお、更新改造後の仕様についてはリニューアル社説で解説する。卵型のフロント前横から見ると鋭角をしている戦闘形状はスピード感を表現するために前円形の張り出しを車体下部に作り、そこから 高体格43度で倒した形状とした。このスタイルの累計が、それまでの国内の車両には存在しなかったため、非常にオリジナリティの高いデザインとして評価された一方で、ドイツ連邦鉄道のルフトハンザエアポートエクスプレス403型電車に似ているという指摘も幾多の鉄道趣味誌で記述されている。また、以前は飛び出していた標識灯微灯は、 車体内部に埋め込んでつらい地としたほか、全照灯も前面窓の内部に設置して目立たなくさせた。このためワイパー及び連結機上部の張り出し以外に突起物はなくシンプルな外観となった。前面窓は4枚の局面ガラスの構成とし、窓内に角型のシールドビームを2個設けている。微灯、標識灯は LED 式で、 その特性を生かして、流線型の形状に合わせた曲面配列とした。LED は、黄色と赤色の素子を交互に配置して、これを1ユニットとし、縦4列横12列の48ユニットを左右に取り付けた。二次車は、全面倉下にウィンドウウォッシャーのツルを取り付けた。中間戦闘車は、営業列車として戦闘に立つことを前提としない、ためシンプルな構造であるが、 本専用として LED 式の標識と微灯や排晶器、列車無線アンテナを備える。塗装はオレンジのラインが正面まで回り込むが、貫通扉はデッキの雰囲気に合わせてグレーとなっている。簡易運転台はもう2万1200型とも2万1500型に装備され、全消灯一灯と運転窓が一つ、及び手動式ワイパーが設けられた。 二次車はもう2万1200系の簡易運転台が廃止された。構え体は従来通り構成全溶接組み立てで本系列から側構えを内径させ屋根巻き上げ部半径 600mm の卵型断面としている。車体断面を在来車両から大きく変更したことで各検尺の洗浄機の改造を実施した。車体幅は従来の近鉄電車と同じ2800。 ミリメートルだが、車体高さは、客室内の空間拡大に伴い、屋根高さを12600経費でプラス25ミリメートルの3645ミリメートルとした。また、防音、断熱の効果を上げるためこの寸法分の床圧を増したことから、レール面から床面までの高さは25ミリメートル、高い1145ミリメートルに設定した。側面の出入台付近には、 行き先表示器と一体枠で号車番号表示器を設置した。塗装はこれまでの近鉄特急車のオレンジとブルーとは全く異なり、ライトでピュアなイメージを表現するためにクリスタルホワイトをベースとしてフレッシュオレンジの帯を通した。連続窓の周りにもオレンジの帯を縁取りし、窓のない部分には複数の細体を通して連続窓の美しさを引き立たせている。また、 フロントの窓にもオレンジの縁取りが入る。なお、貫通ホロの外側の色も、編成日を考慮して白色に塗装された。屋上機器の塗装は、当初は N7 で、オリジナルスタイル末期の N5 よりも明るいグレーであった。床下機器は N4 である。側面窓は、新設計の外付け式連続窓とした。これは、ペアガラスと一体になったアルミニウム合金製の枠を、 構え体にビス示し、また窓枠同士が付き合わせとなる部分を交互にはめ合うように接合している。ビス部と接合部は黒ゴムで覆い隠し、窓枠の艶を消す役割も担う。ゴムで覆いきれないアルミ枠部分はつや消し黒を塗装した。間柱部分は黒に塗装することでガラス表面から内部が見えないようにした。連続窓の両端部は半径 100mm に丸めて、 車体デザインとの調和を図った。この構造の連続窓は26000系、桜ラ,ライナーにも踏襲されたが、22000系以降は、より構造を簡略化して採用された。窓の上下寸法は12600系比でプラス8 0ト、mm、ルの8 3 0ト、mm、ル前後は連続窓としたためにプラス1 3 0ト、mm、ルの1 8 3 0ト、mm、ルとして大型化した。 上校扉はバリアフリーの思想が一般化する以前の設計であったことから当時の近鉄特急電灯の折戸式を踏襲した6両で7箇所設置された折戸の形状は折戸部分が車体からへこんで見えないように1段膨らませて集めとしたが二次車はフラット化された折戸部分にフレッシュオレンジの帯は入っていない もう2万1500型とも2万1600系の乗降扉付近には DS のマークが表記された。車両番号のフォントは近鉄では初めてヘルベチカを使用している。名範間で2時間を切ることを目的に機器構成が計画され、6両編成で電動車1ユニット故障時でも従来の特急車と同等の走行性能を確保するため、 電動車を2両単位で3ユニット連結する全電動車方式となっている。最高速度は当初時速1 2 0トルであったが、後の最高速度引き上げで時速1 3 0トルとされており、運転席の速度計でも130の目盛りに最高速度を示す赤線がある。制御機主制御機、三菱電機アブフム -168 から15。 MDH1 機の制御機で2両分8機の種、電動機を一括制御する、大阪線ではも1 4 5 0系以来電灯の1、C8M 方式を採用する。そのため、電動カム軸式抵抗制御機である三菱電機、アブフム -168 から 15MDH を、形式の100位が、奇数の形式に搭載する。制御機の中枢を成す、カム軸による、 スイッチ機構は二軸構成で、それぞれ独立したパイロットモーターにより駆動される。制御段数は立候が抵抗制御18段、堺時制御5段、発電制動が前回時抵抗制御のみで18段で、主電動機4機を直列接続したグループ2群を低速、高速で手動で切り替えするのも従来通りである。主電動機直流直巻保国巻線付け制御子。 電動機である三菱電機メガバイト -3302A を拡大車に2機ずつ走化する。主電動機計画出力は従来大阪線特急車で標準であった三菱電機メガバイト -3127A と比較して70%に抑えられている。これは前述の通り全電動車方式を採用したためで MT 比1、1が 原則の MB-3127A 等載車と比較して、編成全体での出力は40%増となる。駆動装置は従来通りの WN ドライブで、波数比も80、21イコール3.81で、MB-3127A 等載車と共通となっている。この電動機による軌道加速度は時速 2.5kmS。 車輪計 860mm 時の全回、時定角速度は時速 64km、最大弱め回自立35%時の定角速度は時速 146km で、青山峠の33パーミル、登り高バイク間において、河川電圧10%減、定員乗車条件でも、近衡速度時速 110km での走行性能を発揮する。 台車近畿車両 KD-97、型台車台車枠に、主電動機が搭載される台車は全車とも、近畿車両 KD-97 を装着する。これは、従来の特急車で標準であった、KD-83 系の基本構造を、踏襲する、シュリーレン式軸箱指示機構とダイアフラム式空気、バネによる、ダイレクトマウント式揺れ枕機構を備えた、 横剛制空気バ羽台車である。もっとも K、KD-83K などとは異なり、曲線通過時の天候応圧を軽減するために、軸鏡、従来の 2200mm から2ト0 0 m m 2 0 0 m m 短縮して、側張りの曲がりを大きくし、さらに枕張りの形状を見直すことで軽量化と強度増大を両立させている。 後に高速運転時のヘビ行動対策として、溶断波がボルスターアンカーの車体側指示腕と台車側枠を結ぶ形で追設されている。このため、枕羽根部にボルスターアンカーと溶断波が上下に並行して並ぶ、非常に物々しい外観となっている。基礎ブレーキ装置は両、抱き式の踏み面ブレーキで、ブレーキシリンダーは各車輪ごとに1機ずつ1台車あたり、計4機、 側枠に搭載されている。ブレーキ基本となる空気ブレーキ装置としては、従来通り電磁直通式、HSCD を搭載する。これは型番が示すように制御機側の発電制度との連動機能を備えており、青山峠の33パーミル連続下り勾配区間でのそもそも速を、目的としてそもそも速発電ブレーキ機能も搭載する。 時速 120km 以上での高速運転に備え12,200系以降標準となっているブレーキ制御圧切り替え装置を搭載するが将来的な高速化を睨み従来の圧力3段階切り替えから4段階切り替えに改良されている。また近鉄の特急車としては初めて大荷重装置も装備されすでに使用される機械が皆無となっていた。 常用自動ブレーキは廃止された。そのため、運転台のブレーキ制御弁は、常用部を省略した ME-67B を当初より搭載している。常用最大減速度は時速4 0トル s である。終電装置終電装置は高速運転向けとして、特に三元バネ式として追従性を改善した、東洋電気製造 PT4811。 CM 下枠交差式パンタグラフを採用しており、もう2100型、もう1 3 0 0型、もう1 5 0 0型に2機ずつ搭載される。補助電源、空気圧縮機補助電源には、従来の電動発電機に変えて、近鉄特急車として初採用となる DC、DC コンバータを採用、定格出力7 0ットの東芝株 -007 が、形式の100位が、 空調装置は直流3 3 0ト駆動で編成中の各補助電源装置を結ぶ給電ラインと接続されており、いずれか1機の補助電源が故障した場合には他の2機でこれをバックアップすることで運転続行を可能としている。空気圧縮機は低騒音系の HS-10 で、これも100位が空数の形式に搭載されている。 空調装置はヒートポンプ式の東芝バプー -2217 を各社3機ずつ屋根状に搭載する。床下に設けられた換気扇で空気の流れを作ることで温度管理をする。暖房運転時には座席下の電熱ヒーターを併用するが、これは補助的なものである。換気扇設置の目的は温度管理の他に室内からタバコによる煙や匂いを排出して、 不快感を低減するものであるが、12,400系以来、換気には、ロス内が使われてきた。しかし本系列は、空調と連動した、換気線に変更され、以後5万系までの特急車もこれに習ってきた。なお、二次車はも21,100、も21,304、も21,500系の山側のアクチュエータ箱と、低圧補助設置スイッチの場所が入れ替わり、 蓄電池の総括制御化が実施された。列車無線アンテナは制御電動車の屋上に取り付けられている。このうち流線型戦闘車については車両中ほどに設置してクーラー着せで覆うことで目立たなくさせた。トイレと洗面所が設置されているのはもう1 2 0 0型、もう1 3 0 0型、もう1 5 0 0系であるが、 このうちも21200系以外は実車に水タンクを搭載していないため、ユニットを組む隣の車両から給水管で水を取り込んでいる。この車両より電気笛の音色が変更された。シンセサイザーによる3本の和音2種類のメロディをトランペットスピーカーで鳴らすもので、以後の近鉄特急車もこれに従っている。なお、一般車は統計列登場以降も従来通りの 音色の電気笛を装備しているが、例外的に、イコマケーブルに導入された、新型車はこの特急車用と同じ電気笛を採用している。製造当初は、近鉄ナンバ側からも2100型からも2200型からも21300型からも21400型からも21500型からも21600系21の6両編成とした。 もう2300型からも2400 1型は、切り妻形状の正規運転内装備車で、編成から切り離して2両単独で本線上を走行できるようになっており、需要の少ない場合には、その2両を抜いた4両編成として運行することも可能である。このため、もう2200及びも2 1 5 0 0型には、入れ替え用運転台を装備している。また、編成のうち、 も2万1500型からも2万1600型は特別車、デラックスカー、他は普通車、レギュラーカーである。1988年末から増備された二次車以降は、本系列使用列車の利用客が多いことにより4両以下での運行を想定しなくても良くなったことから、運転台付けの中間ユニットのも2万1300型からも2万1400型を中間電動車に変更し、 形式をも2万1304型からも2万1404型とした。1990年に、計11編成が出揃ったが、8両編成の需要も出てきたため、一次車3編成については、運転台付け中間ユニットのも2万1300型からも2万1400系の2両を、同年に製造されたも2万1304型からも2万1404型に差し替え、 年出された中間ユニットは増結用としても21700型からも21800型に改版した。なおも21700型からも21800型を挿入の上8両に蘇生される編成は一定していない。また連結される1話も21404型とも21500型との間となる。結果、本系列は6両編成11本と、 造血用2両3本の72両となった。モノトーンの客室両クラスの車内基調色とつま壁のドット模様の配色オープンルームの平床構造で2クラス製の採用により両クラス専用の客室が用意された。インテリアデザインはビジネス客の利用を前提とすることから、それまでの明るいサニートーンから一転して、モノトーン系の内装として落ち着きを表現した。 その雰囲気を損なわないように化粧版は単色で艶を抑えた特注品が使用され金属色は足元を除いて排除するかアルマイト処理された両クラスの基調色はデラックスカーは拡張の高さと落ち着きを表現するためにローズベージュを基調としてアクセントカラーはゴールドレギュラーカーは明るさと現代感覚を表現するためにグレーを基調としてアクセントカラーは シルバーとした。デッキとの色立真壁は、両クラスの基調色をベースに、色のドット模様を散りばめ、遠くから創上に見える街の明かりを表現している。デザインは山内陸平が担当した。窓周りは、アクセントカラーの金属で窓円を作り、そこから腰はめ部へ、曲面の FRP でつなぐことで一体感のある見つけとした。二棚は、 アルミ押し出し型材にて構成されたパネル構造である。その表面にはダイノックフィルムを貼り付け艶を押さえて客室デザインとの調和を図った。仕切り戸の脇には LED 式の号車番号などを表示する装置を設けたが、車内案内表示装置の設置は見送られた。また従来は窓柱にあった飾り造家は統計列よりなくなった。カーテンは両クラス用に模様と色を変えており、 座席モケット同様、細かい柄で立体的に縫い上げた。照明は、従来のアグリルカバー付きの直接照明はやめて、間接照明、または半間接照明を採用した。天井は反射板にて、蛍光灯の光を反射させる、間接照明を採用した。荷棚下は和紙調のグローブを、光が透過する傍らで、その隙間を通して反射光が漏れ出る。 半間接照明である。また二棚のカーテン部分に電球を組み込んで、カーテンを照らし都合四色の光により、空間に奥行きとリズムを与えている。二次車では、カーテンライトの ON、オフスイッチが設けられ、一次車にも反映された。なお、天井中央の蛍光灯カバーは冷風吹き出し口のスリットと一体構造のため、結露防止の観点から FRP 製である。 ドアには、ブロンズカラーの細長の窓と細い取り手が設けられ、インテリアにアクセントを添えた。デラックスカーのドアは、シート配列に交応して中央から、少し、オフセットしており、ドア上部の高電管スイッチのレンズ位置も偏っている。これに伴いも21500型とも21600型をつなぐ、貫通路も、中央配列ではなく客室ドアと同じ方向に、オフセットしている。 デラックスカーの通路には歩行音を抑えるためにカーペットが敷かれたが二次車は床前面にわたって敷かれ一次車にもフィードバックされた。レギュラーカーの床面は塩化ビニール製の敷物でカラーはグリーン系として通路部はベージュとした。床面のコーナーは清掃性と退色性を考慮して R に巻き上げている。近鉄特急の座席番号は 従来数字のみで示していたが、デラックスカーについては JR などと同様に、10A といった A 数字の組み合わせとなった。インテリアコンセプト座席デラックスシートデラックスシートの、モケットレギュラーシートのモケット座席はそれまでの単調な、色合いを避けるために6色の糸を使って、生地を織り上げ、立体的で、高品位の雰囲気を出すように配慮された。デラックスシートは通路を挟んで、 海側が一人掛け、山側が二人がかりの簡易式リクライニングシートである。座席モケットは発色を抑えたライトブラウンをベースに赤や青の細かな模様を線状に散りばめたデザインである。ヘッドレストはプライバシーの確保のために大きな張り出しをつけ、高さも引き上げられた。これに腰部の波状の膨らみとも相まって独特のシートデザインを形成している。 またソファ感覚を出すために座面高さが引き下げられた。ヘッドレストをカバーする理念には薄いグレーで DES マークがワンポイントでプリントされている。座席の基本構造は在来の近鉄特急車と同じでリクライニングすると座面が前にスライド、また回転させる場合には背もたれを起こす方式であるがリクライニングのレバーは肘掛け上部に設けられて操作が容易になった。 またテーブルは面積を広げている。テーブルのない側の肘掛けには、音楽サービス用のヘッドホン用、ミニジャックとチャンネル、音量の操作板が設けられており、オリジナルの音楽サービスが楽しめた。またイヤホンは無料で貸し出していた。座席の横幅は1人当たり485ミ、mm、リメートルで、在来車と比較して30ミリメートル広くなった。シートピッチは1050ミ、mm、リメートルである。 レギュラーシートレギュラーシートは従来車と同じ形状の変身回転式の簡易式リクライニングシートであるが、プライバシー確保の面から背面の高さが若干引き上げられた。またデラックスシートと同様に座面高さを引き下げ、腰部に波状の膨らみが設けられた。座席モケットは一点ベージュの無地に見えるが、紫、緑、大ベージュなどをライン状に組み合わせたものである。 音楽サービスは車内に電波を送信しており、FM ラジオで受信することで聴けるようになっていた。シートピッチは、デラックスシートと同一の 1050mm と広く、各席に足置き台が設けられている。座席の横幅は、全長が 1070mm、一人分に、換算すると 455mm で、12600系と同一の寸法である。二次車は、 席中央に折りたたみ式の肘掛けが設けられた。化粧室、デッキトイレはもう2万1200、もう2万1300、もう2万1500の各形式に設けられた。もう2万1200とも2万1300は和式と男性小便器ブース、洗面所の組み合わせ、もう2万1500は洋式と洗面所の組み合わせとした。便器は男性小便器が陶器製で、和式と洋式は 金属製である。汚水処理は循環式である。床は赤三陰石とし、壁には4色のタイルを貼り付けてグラデーション調とした。二次車は洋式トイレに自動でベンザシートを交換する装置を設けた。洗面台は水と湯の出る2つの水栓を設置した。もう2万1500型は通路が変身しているため、洋式トイレは大型化され、 男性用トイレを併設しない代わりに洗面台スペースを広げた。その背後にマガジンラックを設けた。デッキ全体の色はグレートーンで扉付近にはデザインされた近鉄の路線案内図が掲げられた。コーナーにはコーナー保護のためにステンレス製のポールが取り付けられたが内側にアクリル製の板が設けられたために手で完全に握ることはできなかった。なおトイレ 洗面所、デッキのいずれも照明は、客室との調和を考えて白熱ダウンライトを使用して暗めの雰囲気とした。また、室内の注意表記も全体の調和を考慮して、従来のアクリル製銘板に変えて化粧板に直接シルクスクリーンにて印刷する手法を採用した。車両間の連絡通路は、電気連結器を装備する車両同士の場合、 連結機高さが8 8 0ト、mm、ルであるため、渡り糸高さも上げられ、この関係で、踏み台が扉前に設けられた。その他の設備車内販売準備室はも21200、も21400型に設けている。も21200系の準備室は4両運転時の予備的なものである。メインで使われるも21400系の準備室には、 荷物搬入用の扉が設けられているが、スペースの都合から片側一箇所しか設置されていない。二次車はも2 1404型に形式変更の上運転室を廃止して、車内販売準備室の拡大に当てた。準備室の荷物搬入用扉は引き戸に変更されている。これに伴い、も2 1200系の車半準備室から厨房設備がなくなり、 車半控室に改められた。もう2万1600型には公衆電話が設置されたが、伊勢中川港内短絡線桜井館では受信不可のために車内自動放送にてその案内を行っていた。運転台は制御装置や制動装置が従来と同一であることから配色こそ新型車に合わせたものの主管制御機やブレーキ弁の形状そのものは 近鉄標準の仕様となっている。中間運転台ユニットのも2万1300も2万1400型は貫通式でスペースも狭いが、流線型のも2万1100も2万1600型は広々としており、運転台直後のデッキからは乗客が全面展望を楽しむことも可能である。全面窓が傾車し、デッキの照明がダウンライトで暗いことから映り込みがなく、 トンネル区間や夜間でも仕切り窓に設置されている、車高膜は使用しない。ただし、中川短絡線走行中の運転士交代時には、閉めることにしていた。簡易運転台は、もう2万1500系の場合、大阪寄りデッキに設けられているが、普段は壁で蓋がされており見ることはできない。他は、車内販売準備室に設けられている。リニューアル車、フロント2万1000系は、 登場以来、近鉄の看板車両として運用されていたが、バリアフリーへの対応などが行われておらず、また座席も、デラックスカーを含め旧式の管易リクライニングシートを採用しており、これ以後に製造された特急用車両の座席と比べて見劣りする感は否めなかった。また、1990年代後半から近年に、対する社会の関心が高まりつつある。 時代背景があり、近鉄においても特急車の禁煙車比率を高める、などの対応を行ってきた。そして乗客を対象にしたアンケート調査を実施したところ、7割近い乗客から禁煙席を希望する調査結果が得られた。さらにアンケート調査によって、名阪特急利用客のうち、男性客が6割に対し女性客が4割と、想定よりも女性客の比率が高いことや、 ビジネス目的のみならず、レジャー目的で利用する乗客が多いことなどが分かった。このように2万1000系が登場した頃と比べて、その後の利用のされ方が少なからず異なっていることが判明した。そして2003年は、同系列の車体更新時期に当たっていることもあり、時代に合わせた車内サービスを提供するための更新を行うことになった。更新に当たっては、 2万千20系を製造して予備者を確保し、に編成ずつ工事を行うことにした。2003年から2005年にかけて、高安研修センターで施行された。上述のアンケート調査は2万千20系の開発において実施され、その調査結果をもとに車両設計にフィードバックされた。そして同社のサービス水準を2万千系のリニューアル車に反映させることとした。 2万千20系に準じた設備にしているが、編成定員は4名多い。デラックスカーは従来編成中に2両あったが、今回の改造でも2万千500型は、レギュラーカーとなり、デラックスカーはもう2万千600系1両のみとなった。これは、デラックスカーの利用状況や、また全車禁煙化により喫煙、禁煙で1両ずつ確保する必要がなくなったことが、理由である。 また、1988年の運行開始当初は、想定されていなかった、バリアフリー設備を取り入れる工事や、喫煙に対する社会の受け止め方の変化に対応して、喫煙コーナーの設置も行われた。その他に、車内販売の不振に伴う中止を受けて、車班準備室の撤去も行われた。座席は、リクライニング操作と連動して座面が沈み込むタイプの腰掛けに交換された。 改造に際して車両相性はアーバンライナープラスとなった。プラスには新世代の機能とサービスの負荷という意味を込めている。各編成試行時期塗装は2万1 0 2 0系に合わせて、そ部をジェントルベージュに塗り替え、窓周りのオレンジの細線はなくなるなどの変化があった。オレンジ体は少し赤みが強くなり、コスメオレンジとした。従来、折りと部分には オレンジ体は通されていなかったが、改造に際して通された。同時に、扉上に雨どいが取り付けられた。一時車特有の膨らみのある扉は、フラットなタイプに交換された。12,400系、3万系などで行われた、行き先表示器。号車表示の LED 化は行われず、従前の幕式で損置されている。車体の連結面には、 板状の転落防止ホロルが設置された。また、一時車のも2万1200系の入れ替え用運転台は改造に際して撤去された。他の入れ替え用運転台は残されている。連続窓の構造は2万1020系と同様のタイプに作り替えられ、窓柱にあった縦の押さえゴムはなくなった。窓ガラスもフロント窓と一緒に緑がかったものに交換された。 また喫煙コーナーが設置されたことに伴い、その場所に横長2段の窓が設けられた。サイズは2020系と同様である。主要機器については、基本的に従来通りの使用機器配置とされたが、パンタグラフについては、もう2100型とも21304型の間に、高圧母線を引き通し、それぞれ一機搭載とした。車両別概要後くらい、 ガワパンタグラフを撤去して、冷房装置を搭載アーバンライナープラスロゴタイプと、喫煙コーナーの窓増結用。編成フロント車内設備化粧板は、客室、デッキを問わず2 1 0 2 0系と同一品に取り替えたが、デラックスカーの妻壁は、アーバングラデーションが残された。化粧板をえ面は着色せず、アルマイト処理の上地肌で取り付けた。ドアは、細長の取っ手を撤去の上、 細長窓は無色透明となった。荷棚はカーテンライトを含めて原型を保つがフィルムを張り替え色も変更となった。天井見つけは基本的には従来通りだが、端部の FRP 照明カバーはディスプレイ干渉の視界を遮らないように形状を変更した。客室時切り部には液晶モニターが設けられ合車表示や 到着駅等の案内を一括で行っている。この液晶モニターでは走行中は、沿線や自社の割引ギップなどの案内のほか、読売新聞ニュース、路線マップによるおよその現在地と速度の表示、日中の運用に限り運転台に設けられた CCD カメラによる全面展望の映像が映し出される。また、近年液晶モニターの文字が小さくて見づらいといった、 意見が寄せられたため、後に5万軽電車と同様の文字が大きめのタイプのロムに更新されている。ドアの脇にあった LED 式号車表示器は液晶モニターにその役目を譲り、車内通報装置が新たに設置された。座席は従来の簡易式リクライニングシートから新開発のゆりかご型シートへ交換された。 背もたれを倒すと角度に応じて腰部が沈んで座席が傾くような状態となる。デラックスカーはリクライニングの機構を電動にしたのが特徴で、座席幅も 500mm に拡大され、読書灯も背もたれに取り付けられている。ただし、音楽サービス用のヘッドホン用、ミニジャックとチャンネル、音量の操作版はなくなった。二人掛け座席も一人ずつ独立性を高めた。 形状としている。レギュラーカーのリクライニング機構は手動である。喫煙コーナーを2両に1箇所設置し、全席禁煙に変更している。喫煙コーナー用の空調装置も新設された。構造は2020系に準ずる。当初は喫煙コーナーの内海側にも液晶モニターを設けており、客室時切り部と同じく号車表示や到着駅等の案内を一括で行っていたが、 現在は、板で塞いで、使用停止としている。トイレは、和式を廃止の上洋式と、男性小便器ブースの組み合わせに変更し、も21304型には、女性専用トイレも設置された。も21200型は、車椅子対応とした。また、すべての洋式トイレ内には、ベビーチェアが設置された。各社デッキの上空扉付近に出入台等と、 音楽放送用のスピーカーが設置された。駅到着前から発車後しばらくまでの間、開閉するドア側のランプが点灯すると同時に音楽が流れる。その他にドア開閉時に注意喚起のチャイムが鳴る。2007年10月からの車内販売開始に先立って21600系の喫煙コーナーを車内販売準備室に転用改造した。二千九年以降、種別標識と 微灯の LED が縦4列、横12列の小型素子から縦2列、横5列の大型素子へと順次更新された。改造当初23000系や16400系と同一仕様であったトイレは22600系、登場後に同系に順じた温水洗浄便座に順次取り替えられている。喫煙コーナーは当初海側、山側ともに設けられていたが、 現在では、海側の灰皿は撤去されフリースペースとなり、喫煙コーナーは山側のみとなっている。リニューアル直後からしばらくは喫煙コーナーと通路の間に仕切りがなかったため通路にも煙が漏れることから、後に透明なビニールののれんを天井から吊るして仕切りを設けたが、現在では喫煙室として折戸式のドアを設置して完全に分煙している。2018年より、 デラックスカーの全座席にコンセントが順次設置されている。営業運転初日の 2020K2002 年12月23日2003年8月3日より、更新車の運用を開始名古屋伊勢島間の重等列車が増発された本系列は中間運転台付けの増結編成が存在するため、ごく稀に中間ユニットを試験運転などに用いる事例がある。 近鉄特急車両を用いたおし列車は以前から運行されていたが、その際は内装を改装し、普通座席を撤去の上、5座所を設置して運行された。2万1000系では座席が1プラスに配列の特別車両を連結しているために特に改装の必要がないことから、1990年から2002年にかけて数回運行された。 おめし運転の指定車両は21,111回で、ある。おめし列車以外でも、当時の交代支付祭のご乗用列車として一度となく、運行された。かつては、高安県尺に配置する編成がほとんどであったが、一部編成が、大阪側の折り返し基地である東花園県尺の配置となった後、2019年4月1日現在では6両編成11本66両と、 造結用2両編成3本6両の72両全車が富吉建区に配置されている。車両スペックや車両運用以外の本系列に関連するソフト面について一括して解説する。近鉄特急全体のソフト面については近鉄特急の項を参照されたい。サービス係がデラックスシート利用者に配布したイヤホン収納袋車内販売員は 主として女性が担当し、かつては2万1000系をイメージしたイエローの生地に赤のアクセントが入ったユニフォームを着用の上、おしぼりの配布やワゴンサービス、イヤホンの貸し出しや回収、終着駅間際の雑誌回収等の任務に当たった。2002年3月19日をもって、車内販売は廃止された。なお車内販売は2007年10月8日から土曜、 休日に限って復活した。販売対象列車は9時から19時発の名犯行、特急14往復である。時代の要請により、本系列の禁煙車の比率も変化した。2万1000系、アーバンライナーでは、従来の近鉄特急とは異なる、CM 戦略が取られることになったのが特徴である。車両のイメージや快適性を全面に押し出し、有名人も起用している。 また、駅袖内付けの名阪特急のパンフレットにも起用された CM に出演した有名人、ありがとうございます。